ミスター・フィッツジェラルド。また別の新顔か。ようこそ。ねえ、ダン。キャラバンについて何か分かったか？彼らは生存者をコンパウンドに連れて行ったわ。では計画を進める。そこでお前と落ち合って自分たちでキャラバンの奴たちを助ける。あら、ペニー、ごゆっくり。お前が正しいことをしていると思っているのは知ってる。だから後悔することになるような早まった考えはするなよ。とりあえず姿を現して、何のつもりなのか言ってみなさい。ストックトンのキャラバンとコンパウンドについて噂を聞いたかもしれない。仮に一理あるとしよう。正当な理由なしでは何もしない、それが一番だ。そうだ、この調査をやめたら贈り物をやろう。100キャップ。そうしたら友達としてまたいつでも戻ってきていい。キャラバンを殺したことをどうやって証明できるの？そんなに単純じゃない。俺らのコミュニティが好きだったんじゃないのか？他は通り過ぎるのか？お前に頼んでいることはな、俺らを少し信頼してほしいってことだ。もちろん妥協の余地があるの。私はストックトンの生存者をもらう。そして私たちは友達のままでいる。だけどもっと知る必要があるわ。それかここであんたを殺すこともできる。誠実な方ですね、ムシュ。しかしまず我々の立ち位置を把握しないといけません。難しい問題だ、こういう取引は。まあ俺の給料を上回る。こうしよう、コンパウンドにお前が来ることを伝える。そうしたらお前は自分で動きかする。幸運を祈るよ。ごゆっくり。もし傷ついている。黄金の釣りスポットを見つけてこい。さあ行け。あら、人が四六時中岸辺をうろうろしてる。そのせいで魚が怖がってる。奴らは何かを隠している。確かだ。ねえ、ダン。何人かはまっすぐ行った。お前の後に続く。ジェイコブが保証したからってコンパウンドに入れるということにはない。どうして中に入れるか。いずれにしろ私は入るわ。あなたがまだ息をしている間に。勝手にしろ。お前を医務室に連れて行く。お前をどうするか見てくれる。笑い事じゃない、警告だ。半分くれたなんて信じられない。この前のやつよりも服装がずっと悪くなってる。ブライス、おい、ブライス。拷問だと？異常だな。
合図をしてくれ。分かった。それは何だ、マニー。被験者12が終わったと思っていたが。ああそうだ、面接は終わった。質問4についてデータをまとめているところだ。興味深いぞ、本当に。ああそうだと思う。確かだ。向こう側に鎖が。ここにいるべきじゃない。よそ者め。ちょっとプラットフォームの延長だ。オルデンが彼女を送った。ようこそ。ねえ、よそ者め。よそ者め。それでストックトンのキャラバンの調査は一度だけ行われた。彼の娘だと言われている女の子はおそらく人造人間だってことも知ってるの？どうでもいいわ。このことについて正直に言わせて。この話し合いの終わりには二つの道がある。合意するか、暴力か。ストックトンの娘は人造人間なの？他にどんな理由で私たちがキャラバンを襲ったと思う？彼女が人造人間である可能性は 70% をはるかに上回っている。解剖してみないと確かなことはわからない。質問させて。あなたが小さい子供だった時に目の前で家族が人造人間にやられたらどうする？考えを変えて受け入れてくれるの？それとも力ずくでどうにかするつもり？あなたに何が起きたの？ずっと昔にダイヤモンドシティで私の家族と他の8人が何者かに虐殺された。この凶暴な奴らを最初は人間だと思ってた。でもその日、それはインスティチュートの新製品のことだと知った。人造人間よ。インスティチュートが私たちに紛れて歩いている限り警告なしに襲って影から私たちをコントロールする。私は隠れた人造人間を検出するテストを発明するために人生を捧げた。奴らを根絶するために。奴らは消滅してもいい。戦う価値のある目標じゃない？インスティチュートに責任があるということを誰が本当に知っているの？それに彼らはどうやって私たちに秘密にできるのかしら。すでに開発されている医療テストでは生きた人造人間と人間を区別することはできない。でも心理学では違いを検出できる。安全テストの出番。テストはまだ初期段階だけど犠牲と忍耐で成功率は上がっている。でも
あなたのやり方は野蛮よ。拷問だわ。安全テストを改良するためにはテスト被験者に強烈な心理的プレッシャーを与える必要がある。不快だけど必要なの。コベナントには多くのことがある。インスティチュートの強行の後に傷ついた人々の避難所が残った。安全と治療のための場所。でも最も重要なのは、それがこのパラノイアの時代を終わらせるための一つのチャンスだということ。あなたと取引をする。ストックトンの人造人間を連れてきて。仕事を続けることができたら、あなたが望むどんな報酬でもあげる。この契約にはうんざりしてたんだ。取引はなしだ。私にとっては幸運ね。あなたに話していたんじゃないわ。こいつに味方するなら深刻で致命的な問題になる。女の子を殺さないで。許してあげて。無理よ。彼女はインスティチュートからの潜入者の可能性が高すぎる。いくら彼女がこの戦争の犠牲者だからって、見逃すことは全てに妥協することになる。それは受けられない取引ね。だったら私を殺。俺の大好きな総司令官。やつらは俺らが来ているのを知ってる。センサーをいくつか切る必要がある。お前は50キャップ。帰りは持ってないんだよ。何かを捉えました。お前の死体に小便をかけてやる。手を洗った方がいいですよ。遺体を扱うのは衛生的ではありません。武器、キャップ、見つけたものは全部シェアしてよ。キャラバンの証拠はまだない。どこかに拘束されているはずだ。一体ここで何があるんだ。全く何もないよ。焼き尽くせ。殺したのは最高だね。どこだ、見えるか。まずこのバーを外さないと。
ねえダン、奴らはここで何をやらかしているんだ。ねえ、ここからもう出られないかと思ってたわ。ここからもう出られないかと思ってたわ。ねえダン、それでストックトンは娘を手に入れて、俺らは報酬をもらう。悪くないだ。彼女が人造人間だったらどうするの？奴らが彼女にあれだけやっても人造人間かどうかは分からない。彼女は十分人間に見える。これが報酬の半分だ。俺はストックトンからもう半分をもらう。嬉しい限りだ。隠し事があるの？俺を正直者のダンと呼ぶのには理由がある。これはストックトンが払うと言った分のきっちり半分だ。これ以上でもこれ以下でもない。気をつけてダン。お前もな。にゃBye.
誰かいますか。何か幽霊みたいに動いた。見つけたものは自分のものにしていい。拾ったものは俺のものだよな。持てるものは持っていきましょう。彼らにはもう必要ないですから。チャンスだと思う。実に楽しかった。だよな、ボス。届け出が必要でしょ。それで細かいものは証拠品として袋に入れると。Thank you.
私のシステムが新たなデータを吸収したがっています。この旅をすることがしっくりきます。酔っ払うことよりマシなのは喧嘩を売ることだけだ。そうだろ。誰もがどこかの時点でコルターの背に一発撃ち込むことを考えた。お前はただ心配する必要はない、ボス。俺たちが守る。いいことがあるかもな。何が聞こえた。よし、気をつけてろ。私があなたのお世話をするはずでは。お気遣いありがとうございます。気分が良くなりました。芝生に入らないでください。了解。拾ったものは俺のもの。持てるものは持っていきましょう。彼らにはもう必要ないですから。
でも俺はまだ立ってる。ここで止まれ。グッドネイバーに入るのは初めてだな。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。下がった方がいいわよ。じゃなきゃ保険が必要になるのはそっち。いや、おい、分かったよ。ただ、保険料は今支払われたって言おうとしたんだ。いいか。初めてこの門を通ったやつは客だ。ゆすりはやめるんだな。何を気にしてる。こいつは仲間じゃないだろう。市長に対する愛はないのか、フィン。市長が通せと言っている。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたらいつか新しい市長が立つことになるぞ。ああ、話しているのはこっちのことか。では言わせてもらおうか。どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませよ。フィンのやつを撃退したのはわかるが、市長ってのはやらなきゃならないこともあるんだ。大丈夫か？大丈夫。片付けてくれてありがとう。よかった。それなら、この事件のせいでこの小さなコミュニティの印象を悪くしないでくれ。グッドネイバーは人民による人民のための場所だ。わかるか？誰でも歓迎される。グッドネイバー？この場所はそう呼ばれているの？そうだ。よそでは居場所のない化け物や変人のためにこの場所を作り上げたのさ。そのうちわかるさ。ここでたくさんの友人ができればすぐにこの場所をふるさとと呼ぶようになる。誰が責任を負っているか覚えている限りな。ねえ。え？あら。え？ねえ。え？かもしれないから何も残していくねんよ。できるなら何も後に残す。
ねえ。おい。どうした？どんな日だ？え？ねえ。前輪ではみんなが歓迎されている。俺さえも。何か重要なやることはないの？何も言うことはない。匂う？それが自由ってやつよ。影になってるわよ、お嬢ちゃん。間違った場所に来ちゃったんじゃないかな。メモリー電を必要としているようには見えないわ。ここが何をする場所かも知らないんじゃ。記憶をどうにかする場所でしょ。名前に注目してくれてどうも。そう、ここは記憶を追体験できる場所。こんな賢い子を断るのは嫌だけど、今は新規顧客は受け付けてないのよ。どうして？あのね、記憶を追体験するって楽しいし、忘れてしまったことや失ってしまったものを思い出すのに役立つっていうのは本当。でも人生において試す価値のあることはみんな刺激が強いわ。特に1回目はトラウマもの。だから顧客はなるべく少なくしてる。信頼できる人だけ。そうすれば面倒なことも起きないし。わかった。もう行くわ。答えてあげられなくてごめんなさい。またいつかね。面倒だからメモリーラウンジがどんな仕組みで動いているかなんて聞かないでね。神経生理学を分かってもらうには何年もかかるけど、教えている時間もないの。ドクターアマリ、聞かれる前に言うけど、こっちは内装の責任者じゃないのよ。聞きたくない。集まれ、やり返そうぜ。太ったやつを撃て。にゃ。さあ、みんな自分のことをやってるのはわかる。だが、大事なことが何か忘れてもらいたくはない。おい、デイジー。うまくいってよかったな。うちのお気に入りの娘はどうしてる？
この前マロウスキーとデートしてるのを見たような気がする。そうしたいと思ってるんだよ。わかったわかった、話を元に戻そう。何を言っていたんだっけ。ああそうだ、重要なことは変人たちは団結しなきゃならない。そしてその秘訣は俺たちを引き裂こうとする者に注意することだ。わかるか。ああその通りだハンコック。じゃあ一体この連邦でみんなをバラバラにしようとしているのは誰だ。この平和なコミュニティを壊そうとする隣人にふさわしくないひねくれた悪魔は何だ。インスティチュートと人造人間たち。その通り。誰が言った。後でうちのオフィスに上がってこい。ジェットをくれてやる。インスティチュート、奴らが本当の敵だ。レーダーでもスーパーミュータントでもなく、ダイヤモンドシティの手先でもない。わからないよハンコック、マクドナルドを打ち負かしてやりたいのは確かだ。おい、あの太っちょと喧嘩してるのはみんな知ってるだろうが、重要なところを考えろ。今はインスティチュートのことを気にしてほしい。誰かがおかしな行動を取り始めたら、みんなが普通はしないことをしていたら、家族が理由もなく自分を避け始めた、そういうことの陰に誰がいるのかみんな知ってる。止める方法はただ一つ、団結することだ。恐れなければ支配されることはない。じゃあインスティチュートを恐れているのは誰だ。ここの人間じゃない。じゃあ連邦の中でインスティチュートが干渉できない街はどこだ。グッドネイバー。じゃあグッドネイバーを治めているのは誰だ。ハンコック。人民による人民のための人民のための。ちゃんと聞け。ボルト81について話してるんだ。関わってる問題がそこにある。ボルト81について話してるんです。関わってる問題がそこにある。隔離とかそういうやつか。くそ、されたほうがいいぞ。おい。待て、はっきりさせてくれ。古い中国の潜水艦があったんだな、港に。くそ、全部聞いちまった。グッドネイバーの新しいプレイヤーさんね。こんにちは、小さなポーンさん。楽しいゲームにようこそ。インスティチュートが気に入らない。ねえ、チェスをしたことはあるだよ姉さん。時としてゲームを続けるためには駒を犠牲にする必要がある。覚えておいて。フィンのことは残念だった。次にスーパーミュータントが攻撃してきたら、あいつがいないのが惜しまれるだろう。おや、新顔さんか。どうかしたのか。あなたの話をして、ハンコック。好きな話題だな。この町に来たのはだいたい10年前くらいか。その時はまだツルツルした肌をしていた。このコミュニティの柱になろうとして忙しかった時、俺は手当たり次第に薬をやり始めた。まだ若かったんだよ。見つけられた薬物は何でもやった。エキゾチックなものはなお良かった。最後にこの実験用の放射能薬物を見つけた。この種の薬物は最後の一つだけが残っていて、最後の一つが当たった。あの灰は体験する価値があったぞ。ああ今は副作用に苦しんでるが、不死になって文句を言うやつがいるか。死なないの？正確には違う。ブールはとてもとてもゆっくり年を取るだけだ。
放射能に何かあるんじゃないか。誰も知らないが。そうやって薬物を使うことで確実に政治のキャリアに備えることになったわけね。他の人の中毒をからかうべきじゃないよ。その人たちが悪いんじゃないんだから。人より上に立たないから人に尊敬されるんだ。わかるか。隣の男と同じように薬物を売ったり注射したりするだけだ。さてこっちの気分を損ねる前に他に何か必要なものはあるか。この町についてもっと教えて。グッドネイバーについて。結局ここにいる奴らが全てなんだよ。わかるか。薬物中毒者だったり不適合者だったりトラブルメーカーだったりするが、だからこそ愛してる。ここでは誰もが自分の人生を生きてる。自分のやり方で避難したりしないさ。さて他に何かあったか。インスティチュートについて話しているのを聞いた気がするんだけど。スピーチを聞きたいのか。時々やるんだ。聞いてもらえるときはな。あの人造人間メーカーにグッドネイバーは立ち入り禁止だって教えてやりたいんだ。この街では誰も取り替えられたりしない。おいおい、何が必要なのかって話をしてたんじゃないのか。何をしに来た。どうしてインスティチュートは人々を取り替えるの。知るか。頭を混乱させるため。影に隠れて我々を操るためか。それともできるからやってるだけかもな。インスティチュートがどこにあるのか、どんな奴らなのか、どうして奴隷を操作することにしたのか誰も知らない。だがあれは存在する。はっきりさせよう。グッドネイバーでは誰でも歓迎される。人造人間だろうがグールだろうがスーパーミュータントだろうが関係ない。おとなしくしてる限りはな。だが言わせてもらおう。インスティチュートに操作されてる人造人間はおとなしくなんてしない。これについては終わりだ。他に必要なものは。仕事を探してるの。仕事か。そうだな。偵察をする必要がある。ピックマンギャラリーと呼ばれている場所について妙な話がたくさんあるんだ。そこはレイダーのテリトリーなんだが、奴らは沈黙していた。罰の悪いジョージの後の沈黙みたいなものか。そこを偵察して様子を教えてほしい。実はもうピックマンギャラリーに行ってきた。嘘じゃないな。わかった。何を見つけた。どこから始めたらいいのかさえわからない。あの場所がピックマンギャラリーって呼ばれてる理由を知ってる。いや、それがこの仕事全体の要だ。覚えてるか。何を言おうとしてるんだ。まったくひどかった。ピックマンは連続殺人犯だった。死体を使ってた。アートとして。うわ、本当か。それはひどいな。この町でもあの場所を避けるように言っておこう。よくやったな。地獄の底まで行って戻ってきたわけだ。報酬を受け取れ。